奥山、前回はファーストステージで涙を飲んだ。そのシューズの出来栄えはどうか。これは軽やかだ。かつて高校時代 200m は、さらにシェイプアップ、ビルドアップされた肉体、西日を受けて進んでいく毛ガニの秋山武史。丹野仁24歳、追われる存在になった丹野。さあ丹野が進む。前回サードステージに進出をしました。世代交代を告げるのは、前回サードステージ進出、今回は96番、緑山に見とる。類まれなる身体能力を武器に宮崎大輔が挑みます。このサスケは2回目の出場です。173センチ73キロ、プロスポーツマンナンバーワン決定戦2度にわたる総合ナンバーワン。その身体能力、実力、折り紙付き、垂直跳び91センチという驚異的なジャンプ力、全日本のエースとして君臨するハンドボーラー宮崎です。さあミスターハンドボール宮崎が挑むジャンピングスパイダー、どうだ宮崎。宮崎クリアしました。トランポリンはクリア、そして前進しております。2006年ドーハアジア大会第6位、全日本選手権の2004年 MVP。 残り13秒、残る、さああとわずかだ、あとわずかだ、頑張れ宮崎、頑張れ宮崎、宮崎登り切った。6人目のクリア、ハンドボールの宮崎やりました。緑山の秋の空、山田霞42歳の命を燃やす。本命、さあウルシャラが行きます。ローファーの春田、まずはウルシャラだ。このプレッシャーに打ち勝ってきたのがサスケオールスターズ。このプレッシャーで伊藤、どうだ、31番目に山本慎吾登場。この4大会はファーストステージ敗退というオールスターのメンバーらしくない山本慎吾は結果を残しています。敗退という気は山本起きた。どうした、サスケファーストステージ、さあこの勢いに続いていくことができるかどうか。スタート地点にはジムインストラクター、4回目の出場、橋本浩二25歳、新生メンバーの一人、島根の生まれ、神奈川からやってきました橋本浩二。日本体育大学体操部の OB であります橋本浩二、その若き力、新時代のサスケの象徴選手となれるかどうか。カイナ力、そしてバランス感覚を持ってロックをしかと掴んでおります橋本浩二25歳、島根で生まれました。現在ジムのインストラクターです橋本浩二。しがみつきました。普段はトレーニングジムのインストラクターとして週に70人ほどの子供たちに体操を指導しております。1メートル69センチ60キロ、さあ戸田どうだ、戸田、ファーストステージスタート地点に20回目の出場、心にレスキュー、オレンジ色のパンツがトレードマーク、史上最強の消防士武田俊博34歳、岐阜県二備軍の消防士武田が行きます。過去19回サスケに挑むこの武田ですが、実に12回サードステージに進んでおります。あっという間に地域の安全を日々守り続ける岐阜県揖斐郡の消防士武田俊博。オレンジ色の武田の
ズボンはまさにレスキュー魂の証です。さあ武田が飛んでいく、武田飛びました。しっかりと武田が両手両足、さあこのロープには慣れ親しんでいる武田、小さな島に着地、バランスも保っております。30秒を切ったところだ。過去19回、武田俊宏34歳、武田完全制覇という2010年の夢を胸に、武田俊宏夢を胸に、武田俊宏ファーストステージクリアしました。100番をつけた男が最後に挑むファーストステージ、15回目の出場、史上最強の漁師、第28コンピラ丸船長、長野誠36歳、100人目の長野へ行きます。聖地緑山、2008年の秋が桁外れのパフォーマンスを披露していった。心静かにそれを見守った長野です。サスケというこの舞台に挑み続けた者たち、人呼んでサスケオールスターズという者たちの中で完全制覇、あの頂を知っている長野誠。速い速い、長野の速いスピード、スピードを意識しているものなのか。さあ第28コンピラ丸船長、長野誠はあって持っている、一回で登っていく、どうだと言わんばかり。ここまでで1分です。2つのエリアだけ、残り33秒。さあ長野が行く、背中に浴びて、そして登っていった、完全制覇者長野誠、笑顔で今100人目フィニッシュのボタンを押した。